深深く世界の体制と帝国の現状とに鑑み、非常の措置をもって自局を収集せんと欲し、ここに終了なる南寺臣民に次ぐ。先に米英二国に宣戦せるゆえんもまた、実に帝国の自尊と東亜の安定とを主起するにいで、他国の主権を廃し、領土を浮かすがごときは、もとより朕が志にあらず。朕は帝国政府をして、米英四祖四国に対し、その共同宣言を受諾する旨、通告せしめたり。敵は新たに残虐なる爆弾を使用して、しきれに向こうを殺傷し、三害の及ぶところ、真にかかるべからざるに至る。しかも、なお、交戦を継続せんか、ついに我が民族の滅亡を将来するのみならず、ひいて人類の文明をも破却すべし、核の分母、真何をもってか、屋長の石種を欲し、構想の神殿に射線や、これ、真が帝国政府をして、共同宣言に、大勢しめるに至れるゆえんなり、今後、帝国の多くべき、苦難はもとより、尋常にあらず、南寺臣民の中将も朕よくこれを知る。しかれとも朕は、自分の赴くところ、耐え難きを耐え、忍び難きを忍び、もって万世のために太平を開かんと欲す。よろしく、挙国一家、子孫相対、固く信州の滅を信じ、民目して道東京を思い、総力を将来の建設に傾け、道義を厚くし、思想を固くし、誓って国体の成果を発揚し、世界の支援に遅れざらんことを期すべし、南寺臣民、それ、よく賃貸を大せよ。